はい、ラスでございます。まあパナマ運河ありますね。まあパナマ運河っていうよりも、北中南米のまさにこうメキシコのあたりはこうまさに南米からアメリカへ移住するための陸路で行ける唯一のルートだよね。はい、でもあの距離を歩く気には私にはとても慣れないんだけどさ、あそこに日本列島入れてみ、日本列島10段ぐらいの距離歩くんだぜ、やってられねえと思うじゃん。あの私のさ会社のね、ウォーキングイベントみたいなのがあってさ、それ日本一周しようとか言ってんだけど、それに出てくる歩数とか関係ないからさ、何分の1でいくらのレベルじゃん。今私はさ、旧東海道をもう京都まで行く気力すらないよ。で、彼はそれやっちゃうんだからさ、すっげえなって思うんだけど、なんでこんな話してるかっていうと、トランプ、まあ、次回大統領なのか、前大統領なのか、とにかく前の大統領ではね、あるよね。で、前大統領トランプの時に、壁を作るって話があったら覚えてるだろうか。はい。ね。まあ、まさにメキシコからの移民を防ぐために、万里の長城の現在アメリカ版だよね、北平拓也。まあ、万里の長城はまさに軍が攻めてきたわけだけど、アメリカの場合は、まさにこう移民を防ぐための防波堤としての壁を作ろうって言ったわけだ。でね、その政策に、今のバイデンちゃんの民主党はね、大いに反対してたわけじゃん。で、今はまださ、大統領選挙期間中とはいえさ、まだ一応バイデンが大統領なわけじゃん。一応失礼だけどさ。ね。でさ、なんでこれはしてるかっていうと、その地境ってのは細長い道の、地上の半島じゃないけど、そういうとこね、封鎖しましょうかみたいな話が、アメリカとパナマで進んでるらしい。はい。で、ここでね、はい。さっき壁を作ったのがトランプって言った話をしたけど、あれそのトランプの壁にバイデンちゃん思いっきり反対してなかったっけみたいな。もっと根本的なところの一番ボトルネックを閉じに行くんだねみたいな。ちなみに、もしその移民政策を考えるのであれば、私はこのバイデンの政策の方が賛成です。なぜならば、入れたくないんであれば一番の共愛地を閉じるのは当然の手段だから。で、その手前にいる連中はまあしょうがないで共有するにしても、そこから先は来させないっていうのは、まあ普通の考え方だよね。うん。でさ、やっぱね、これを民主党政権、選挙始まって負けた後に発覚するのはまだしも、お前まだ大統領バイデンだろ、発覚してんじゃねえよバカ野郎って思わね。お前散々トランプの壁を批判しといてこれかみたいな。まあそれだけ移民によってアメリカ国内の治安経済が悪化したってことなんだと思うんだけど、でもね、ここで一つ言いたい。アメリカは移民を入れて人口を保ち、入れて経済を回してきた今現在もですよ。そういう国であったはずですよね。その国が移民を拒むっていうのは相当だと個人的に思います。まあ、それだけ移民に渡す仕事がなくなったとも取れますが、たださ、さっき言いました、人口を維持するのはおそらく移民を入れなければアメリカにはできません。はい。ね。すでに国民となっている黒人、まあよく代表も言うんですけど、黒人だったり、そもそもイギリスから渡ってきている白人の皆さんの人口は、どん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 右肩下がりになってます。ね。そんな中において、移民がいることで、こう、経済のパイを増やして、経済回してきた。でね、アメリカ経済。で、だけど壁を作ることになった。はい。まあそれだけこう、職が奪われるのかもしれないけど、それ以上に、やっぱ治安が維持できなくなったのかなと思うけど、でもさ、アメリカ自由社会じゃん、治安もクソもなかったじゃん、もともと。スイスの言葉とかって申し訳ないけど、じゃあ、防衛はさ、国民の権利を義務に近かったじゃん、アメリカだってさ。各家にショットガンだ、ライフルだ、マシンガンがあるのは普通なんだよ。下手したらバズーカがあるんだぜ。それがアメリカだぞ。なのに、そんな世の中で治安もクソもあるかって。ね。知ってる方もいらっしゃると思いますけど、言うたら、そうね、日本のさ、ドンキホーテ、あるじゃん。ドンキホーテに、普通に、小銃が置いてあるのがアメリカですから。下手したらアサルトライフルが置いてあるんだよ。それがアメリカですからね。それを思った上で、何を言うとんじゃこいつらですよ。そんなに、移民が鬱陶しいんなら、そう、国民それで撃ち殺しちゃいいと思ってます。それが許されちゃうから、お前ら、みたいな。そこまで野蛮になれなくなった？うん。だろうかなと思いますけど、まあただね、
さっきも言いましたけど、結局壁を作るのを共和党も民主党もどっちも許容できなくなったんだなっていうのが、これで、どっちも推進してなかった。もう移民を受け入れることがもう先進国社会の中では難しくなってきてるっていうのが、アメリカの動きともちろん EU の動きで分かるんだなと思います。で、そんな中日本は移民を受け入れようとしてるバカどもっていうね、まあいいんだけどさ、ただね、同じ流れを組んでるのは事実なんだ。人口が減っててどうしようどうしよう、じゃあ移民を入れようって失敗してきた先駆者がいるのに、それの同じ鉄を踏もうとしてるのはどうかとは思うけどね。いや、まあ、ただロード力が精進化する前の段階でロード力そもそもがなくなるのは確かにきついのは分かる、経済としてね。うん、まあいずれにせよさ、ね、こう壁を作ってまでやるっていうのはさ、あ、まあそれが公共事業な、ならいいのかね。まあどっかの国のさ、なんだ、非武装地帯みたいに有名無実になって、人が勝手に息しているようなところに、またスピーカーつけて相手にどうこう言うようなことにならないといいなーって、ちょっと思う私でございます。はい。まあね、現代版のバリの頂上はね、作るはいいんだけどさ、今人間バリの頂上あったところで超えてきちゃうからさ、物理的にいくらでも超えようがあるからさ、まあ困るね。今まで陸路しかなかったけど、空路も海路もあるからさ、ね、どうしようもないと思う私でございます。はい。ね、移民政策をやってる国、移民政策の防止をやってる国の足はどっちだって思うし、逆にどうやってその移民を入れずとも人口を保つのか、その解を得ないことにはどうにもならないんだろうなと、私は思う次第でございます。では今日はこれにしたいと思います。ありがとうございました。